ご視聴ありがとうございます。すっかり春らしくなりました。薪作りをする。雪も溶けたので、放置した木を薪にします。本当は雪が降る前にやるべきですが、オピネルのフォールディングの小切り、主にキャンプで使用しています。木を切るのって気持ちよいです。156話で作った玉切り台、本間製作所の薪ストーブ、奥行きが50センチくらい、市販の薪35センチ弱、30から40センチの長さが多いらしい。突き当てて切れば40センチに。ぜひこちらもご覧ください。強風で飛ばされ、板が取れてしまいました。ここで切れば40センチメートルくらいに。こっち側も。太いのはノコギリだと疲れます。マルチノコギリヘッド、マルチツールに取り付けできます。ぜひこちらもご覧ください。
のは時間がかかります。チェーンソーのようにはいきませんが、小さいので手軽に使えます。力もいらないので、体力に自信のない方にも。ただ長時間の作業は振動出てはしびれてきます。ストイックが多い場合はチェーンソーが良いのだと思います。バッテリー切れ。太陽が出ているので充電しながら。枝打ち一発と使います。枯れた高所の枝を落とします。最大 6.5 メートルまで伸ばせます。ノコギリの重みできる感じで。今回はひたすら薪作りをしてみました。今回はこの辺で。登場したアイテムは概要欄、ブログでも紹介しています。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。